ちは。こんにちは。俺が、太陽ホエールズ、まあベーサーズだな、あの時、はい、まあクビになり、はい、ね、日本ハムにお世話になる時に激励会かな、沖縄でのですかねの時に初めてガンちゃんに会った。あ、はい、ね、飛んできてくれた。あ、2年目の岩本ですって言って、関西弁やなと思いながら、はい、ね、よろしくお願いします言って。94年ですよね。そうそう、5年目でした。5年目か。5年目です。ああそう、はい、いや山本ですって言って、どうなのって、いつ軍なのって聞いたら、いやまだ行ったり来たりしてますわ、はい、言って、そうですそうです、ね、でも今年は頑張ろうと思ってますって、あのよろしくお願いしますって、はい、高橋さんのことはよく見てました。ああもうテレビで本当に見てたんかって。見てました。また問題です。本当か言って、見てましたもん。スーパーカートリオですよ。なあ、豊さんに加藤さんに屋敷さんに。そうだよ、はい、すんごい足速かったですもん。見てたね。見てました。太陽ホエールズ背番号3番。よっしゃ、はい、まあこうジャブからいくけど、出身地は山口県。はい、ね、生年月日。生年月日、生年月日1958年。ほう、計算したね。いっぱいぐる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 。はい、1958年。はい、伊沢さんは一郎と一緒。お、石橋貴明さんとも一緒。はっと、もっとください、もっとください。いや、それ以上ないだろう。それ以上のヒントないぞ、お前。ジュライ違うね。ジューン6月。違う。5月ですか。違うよ、どんどん離れていってるわ。夏男8月ですか。違う違う。セプテンバー9月。違う。え、オクトーバー10月。うん、10月の、うん、今ふっと来たのは26日です。お前なんかのつながりやろ、お前。違う違う、ゾロ目。え、どっちだ。ゾロ目に2択だからな。はい、10月の11。外れ。22。すいません、オクトーバー20セカンドですね。でも一郎ともう忘れないです。一郎と、はい、お前誕生日来てくれたよね確か、お店の方に行きました。そうだよな、ムース持って。もう豊さん酔っ払っててムース頭にビーって言って、ちょんまげとかやってたなあ。ポジション、ポジション内野手。まあそのくくりでもいいかな。僕のイメージはでもショートストップです。そう、なぜかショートストップ。セカンドの方が長かった。セカンドのバックハンドか。はい、ドラフト何位。ドラフトはもうどう考えても高木さんですから、ドラフトはもう1位です。お前全然な、全然赤やろ。ドラフト3位。高校は、高校は、うん、あれ大学は中央大学ですよね。そう、山口県の岩国、うん、そこが岩国。たたら学園って聞いたことある。たたら学園、今高川になってる。高川、今年甲子園行ったけど。すいません、存じ上げませんでした。はい、もう当然奥様はこれ全部把握されてるんですよ。うん、多分な。ちょっと聞いてみないかんけど。ベストナインは何回。ベストナインはもう8回ですよ、うん、その8回はオールスター。あ、オールスターですか、うん、あ、ベストナイン、ベストナイン9回。じゃあ9回ですよ。まあ、篠塚さんとか翔太とか思ったからね。ああ、5回、まあ、大体多めに言って3回ね。ダイヤモンドグラブ賞、ダイヤモンドグラブ、これはね、豊さん多いんですよ。絶対家に飾りきれんぐらいあるはずなんですよ。4つ飾りきれるわ、もう1回。これはもう二度といらないって言ったからね。何ですか。いや、日本記録を作った時に、はい、だから菊池が10割で記録作ったじゃん、はいはい、抜かれない記録を、その前の記録は俺やねん、はい、9割9分7厘という、はい、その時に取れなかったんだよ、ダイヤモンドグラブ賞で。もうそんなに賞はもう二度といらないっつって拒否したんだ。え、ま、取ったけど拒否したんですか。いや、1回は取ってるよ、その前に、はいはい、でも2回目だろって言われてた、取るのがね、はい、なぜかって言ったら日本記録を作ってた、はいはい、取れると俺も信じてたし、はい、取れなかったとしたらもう二度といらないって新聞に書いていいよって言ってたんだよ、はい、取れなかった。あれ記者投票でしたっけ。そうそうそう、そしたら二度と取れなかった。1000本アンダーは誰から、はい、あ、中日のピッチャー。中日のピッチャーですね、はい、はい、鹿島さん。違う、左ピッチャー。左ピッチャーだったら近藤さん。
違う違う、近藤はあんまり投げてないからな。同じ大阪出身の。めっちゃ見てました、あの頃セ・リーグの試合。大阪出身の左ピッチャー、リリーバーですか。いや、先発、先発ピッチャーで左ピッチャー、中日ドラゴンズ、あの頃、名古屋球場、いいピッチャーだった。今中さん、ああそうそうそう、出てきたね。1500安打、1500安打、球場お願いします。球場、はい、明治神宮、神宮球場、ヤクルト、うん、右ピッチャー、右ピッチャー、小花さん、違う、これもいいピッチャーだった。東京都出身、東京都出身、うん、東京都出身、ヤクルト、うん、抑えもやった、抑えも、高野さん、違う、岡林さんもなんかやってたような気がするんだ。抑えもやってた、ヤクルトで抑えもやっていました、伊藤さん、おお、そうそうそう、あ、めちゃくちゃハート強い人ですね。そうそうそう、はい、ね、息子がサッカーやってる、はい、ああそうですか、うん、俺の歴代背番号最初は、うわー、3番じゃなかったっていうことですか。じゃあなんで、いや、そういう、僕は3番のイメージしかないんで、うん、はい、知ってるのは3番、うん、3番もつけた、その前にあったってことですか、うん、入団時、入団当時何番かな、めちゃ、なんか違った、なんかで見たのかな。じゃあね、ヒント、はい、入団時はその前の年にその番号をつけて両リーグで新人を取ってんだよ、同じ番号で。それで俺につけろって言われた、その番号。両リーグで、うん、何のタイトルでしたっけ。タイトルじゃない、背番号です。ああ、新人王、新人王、ああ、その前の年が同じ番号の人がセ・リーグとパ・リーグで新人王になったんですか。そう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 、同じ番号で28番。適当にも程があると。いや、あの二村さんという人が日本ハムで、違う、二村は俺より下だから。あ、まだ若いですか。うん、その前の新人王って誰かな。うわ、すごい遡らないと。なんか俺の年を遡るような言い方しやがって。30番違う、誰。いや、なんか平田さんとかそんな人かなと。平田は俺の1個下だ。あ、若い。俺の1個上は岡田さんとか。1個上は岡田さん。え、16番はファイターズ来た時16番つけられましたよね。うん、え、じゃあ太陽でも16番つけてたんですか。そう。へえ、じゃあ縁があったんですね。だから木田さんと、はい、木田さん21番だったんだ。木田さん最初16じゃなかったっけ。15は違うわ、あの岡田さんが16やったよ。はい、だからつけろっていうこと。へえ、そう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 。ほんで3番になって、うん、ファイターズに来てもう一回16番。そうそうそう、あ、縁がある番号だったんだ。だから新人の時はあんまりいい思い出がなくてさ、はい、その番号つけたくなかったんだけどさ、はい、だけどつけろって言われて、あ、ファイターズ来た時、そうそう、また一からやれて、はい、なんで一からやらないかと思いながらね。で、年なんぼや思てね、年なんぼやと思ってね、もう AR を入れて一から割れて。まあまあ、そんなことで全くリスペクトができてなかった、はい、してるんですけど、あまり私、今のその方に影響を受けるんですけど、その背景とかは、うん、知りたいです。でも知らんもんやな。本当に。でもね、はい、まあこうやってたまにこう見るとさ、はい、なんか思い出すな。なるほど。野球界にこんなに爪痕残してるのかと。いやいや、そんなことない。いやいや、ゴールデンクラブ蹴れる人ってなかなかいないですよ。いや、昔はね、結構蹴ってたのよ。水上さんも蹴ってたし、はい、で、池山も蹴ったかな。その理由は何なの。それはやっぱり取れると思って取れなかったから。ああ、その選考に対しての。そう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 。ああ、もう抗議的な意味で。まあそうだね。まあそういうこともあったな。まあいろいろこう問題を起こしてきた人間だからさ、俺はね。朝廷も行ってるし。あ、知ってます。はい、3割行って給料下がると。そうそう、給料下がるというね。はい。